西川義勝は日本の体育指導者、阿鼻子市議会議員。日本体育大学卒業、筑波大学大学院、終了、2001年から2016年まで NHK テレビラジオ体操指導者として出演した。2017年にスパイン株式会社を設立し、代表取締役を務める。兵庫県姫路市出身、千葉県阿鼻子市在住。中学校時代は、 南式テニス部のキャプテンを務めた。高校は兵庫県立社高等学校体育科に進学。部活動では機械体操部に所属し、昭和50年代後半の月面宙返りの技を日々練習していた。卒業後は体育教師を目指し、日本体育大学体育学部に入学。大学時代では学校体育の分野だけではなく、社会体育という地域、医療、 福祉、保育、企業などの分野でも活躍できる指導者を目指し、卒業後は、財団法人児童手当協会子供の城、体育事業部にて、幼児から高齢者までの運動指導に携わった。トレーニング指導、障害者教室、マタニティスイミングも担当していた。その時、マタニティで来ていた、奈良藤子はそれ以来の友人。また、あぎようことは、 青年月日が同じだったこともあり、意気投合し、平泳ぎを熱血指導。その後、数々の大学非常勤講師を経て、日本放送協会のオーディションを受け、2001年から2016年3月まで NHK テレビラジオ体操指導者を務めた。2003年つくば、大学大学院体育研究科健康教育学専攻に入学し、 ラジオ体操が体に及ぼす影響をテーマに、筋肉、神経、脳などの運動生理学を研究し、修士号を取得。NHK 体操指導者退任後は、健康づくりをテーマに、スポーツ、運動、レクリエーションを通して、幼児から高齢者、老若男女を問わず幅広い対象者と、学校、地域、企業など様々な現場で、指導や企画、運営に携わっている。 2019年11月17日党開票の安倍子市議会議員選挙に日本維新の会公認で立候補し当選。ありがとうございます。